日本代表の男子の柔道の試合が始まろうとしてますけども、今女子バスケットボールの日本代表の試合の第2クォーターと3クォーターの間です。で、先ほど外から、109号室から長尾くんというものの、声が聞こえてきてるんですけども、もし本人が外で電話をしたくなってるんだとしたら、コンピューターにすでに動かされています。もしくは、電波でその声が聞かされてるんだったとしたらというところです。まあ、だいぶめちゃくちゃな手法を使われています。で、パソコンの方も先ほどテレビ見ながら女子バスケットボールの試合取り組んでたんですけども、曖昧まで、例えば柔道の試合があったら頭の中の行き先がこちらの方に行くような形になってますので、相手にリードされたりとかするんですけども、その辺のところ対応をうまくすれば、まあなんとかなるはずなんですけども、周りの人間、春山整骨院とも含めて邪魔をする人間は多すぎます。その人たちは気を抜いてるから、何か話しかけた瞬間絶対的に日本は不利になるんです。ここに近づきたくなった時点であなたたちは世界に負けてるんです。まあ、縄を組んで例えると、ベランダで話したくなった時点で負けてるんです。電話ぐらい家の中で出てきます。男子柔道の方は、先ほど、勝ちました。頭の中を送り続けて。で、もうすぐ、女子柔道の試合が始まります。これも少し時間がずれたりとかしますんで、まず時刻が、全く違うということ、これが、柔道では普通に起こりうることです。で、ターン見て、現在時刻19時、19時から卓球、2チャンネルであります。日本の、選手出ています。早田選手、水泳、19時から瀬戸選手が出る予定ですけども、水泳も時刻は遅れることは多々あります。バスケットボールの今第2クォーターと第3クォーターの間です。そこは時間が結構間あります。もともとその時間の間狙いです。こちらが今どうなってるかわからないです、フェンシング女子フルーレ団体準々決勝に、18時50分から。時刻のところとかテレビの放送とかもありませんので、ちょっと確認だけします。で、こちらの方が画面がちゃんと映るとしないですね。画面がおかしいでしょ。今7対4でポーランドの選手に、男子フルーレ押されています。映ろうとしないでしょ。ちゃんと映ってます。画面がカクカクになって証拠を押さえられるのをコンピューターが言い上がってるんです。今7対5になりました。この試合の勝ち負けだ。女子柔道78キロクラブ準々決勝始まりました。で、結果負けてしまったんですけども、一瞬敗者復活戦が頭の中よぎって、それで、その後ここのところを押して、まあどうなったかと、まあ、いろんな人たちの声が電波で聞こえてきて、まあ、そうなってる部分あります。
これが複数の競技を取り込んでる時の状態です。頭の中キュウキュウし続けています。でカーソルとかこう押したりしようとした時、自分が何か別のことをしようとした時、頭のキュウキュウが欲しいと思います。一応、まあ、たまにですけども、更新されます。必ずしも丸く回転するところを押さなければならないわけではありません。
だから現場で鳥の声で、人間の声に変えて死っていうことも言ってきてます。他の言葉とかも喋りかけられています。本当にそれでいいのとか、何か自分の頭の中で考えた内容とか、あんまり喋らないようにしているのは頭の供給がしづらくなるからです。お腹をキュウキュウしながら、お腹を少し確認してみます。選手予選の参加です。リレー予選、他の国があるので、今のは大体な状況です。
他の国の力を使ってしまったっていう音声を聞かされたんですけども、答えは全然違います。このように試合が終わったら黒い字に変わるんです。この間の金メダルを獲得した時は第3ピリオドまででした。ですので時間が設定されていてという部分でした。とにかく宣言していれば頭の中を送ることです。すべての競技のルールをすべて覚えるのは不可能ですので、そうしています。音電波で本当にいるとんっていう声が聞こえてきましたが、女性の声なんですが、まあ聞こえるある人の声なんですが、継続します。ほとんどの時間がそうです。これはこれで理由があるんです。一応クリックしてみますけども、こういうことです。これもあるんですけども、まだ他にも心当たりがあります。さっき丸を入れ損ねて斜線を引いたんですが、
属した頭の方向にちょっと風速を確認します。他のところです。柔道のは23時ぐらいまで内発です。まあ大体多く訂正です。もうすぐしたら男子の試合の準決勝があります。今のところ私の読みなんですが、45点取った方が勝利というシステム形式のルールかもしれません。